皆さんこんにちは。今回は角換わりの将棋を3局させていきます。これは先手番が2六歩2五歩ってついてきたんで、一手損しない角換わりの後手番ですね。ただこの出だしはこちらの飛車先の歩をなんていうか1個だけで保留できてるのがちょっと得してる意味があって、どういうとこで得してるかっていうと、この桂馬が右に跳ねることもできるっていう得ですね。なんで、ま、桂頭とか攻められた時に、ま、ちょっと得してる意味はあります。ただ、ま、右玉にされると結局飛車先の歩をつくんで、ま、こうなるならあんまり変わらないところかもしれないですね。ま、玉引くか。6六銀に、ま、これ歩をついて6六銀に、ま、端歩はつくか。あ、出てこない感じですね。まあ、こっちから見たら4四銀と出てくる手がよくあるんですけど、それをやってこない感じなのかな。これでずっと待ってっていう感じで。まあ、銀引いて、5筋ついて、5九飛車っていう感じかな。まあ、一回2八飛車浮いて、今5九飛車、5一飛車があったんで、ちょっと飛車を浮いて、手番をずらして、5二金となった時に飛車を回れば5一飛車と受ける手がなくなってるんで、っていうちょっとした、なんというか、駆け引きというか、まあ、ただそっか、4五歩5三銀5五歩同歩同飛車3五歩の、桂頭攻めが気になるけど、それは2六角で大丈夫かな。ちょっと行ってみるか。まあ、ここで2八角は5九飛車って引けば、香車取りは受かるんで、まあ、これで一歩交換できたら、まあそこそこなんじゃないかなっていうことなんですけど、まあ引かれて難しいか。まあここで3三銀と上がってきたら4六角とちょっと角を打っておこうかな。まあただ4四歩同歩同銀の筋が気になるかな。あ、やってこなかったですね。まあこれ銀出て、まあ6五歩同歩6四歩の筋をいつでもできるようにして、ちょっと、まあ待つ感じで。まあこれはどうかな。2四歩同歩2五歩2四歩同歩4四歩同銀4五歩5三銀まあ5三に行かれるのでも嫌やな。ちょっと5五歩から戦いを起こしに行くか。同歩なら同銀で、4五歩ならまあ同桂かな。まあこれは取るか。同金なら5五歩5三金。4四歩同銀2四歩かな。で、2四歩で。に同角で4二桂成を、あ、4二角成か。まあ、これは同歩は8五歩の次歩が気になるから同銀か。で、6五歩で攻め合いっていうことかな。同歩なら6六角が王手金取りみたいな。角なって。で、6六歩にどうしようかな。6四歩。あ、2八歩。同飛車なら同飛車なら3九角ただ、それはどうにかしたいというかなりそうというか。いや、危ないかな。3九角、3八飛車、4八角に同飛車、5七金。まあ、4六飛車って浮いて、6六歩なら6八歩って受けておけば、なんと、とかならないかな。5七金で両取りなんですけど、まあ浮いて、4四飛車って切って決めに行きたかったけど、ちょっと無理そうだな気がしたんで、まあでも4四飛車同金5三銀とかもあったかな。これは6六歩、6六歩なら同飛車かな。まあ、ただ、6五銀か、5五銀かな。6五銀か、まあ、5五銀と出て、引いてきた手に6八歩とかかな。これは同飛車6、どこで飛車を回るか。まあ、ここかな。同飛車6七歩はちょっと気持ち悪く感じたんで。まあ手順に引いておくか。で、6七歩同銀5七桂成みたいな感じか。なるほど。
まあ銀引くか。5七桂成の瞬間に、ああ、もうそこで手抜いてか。そっか。まあ飛車なっていくか。あ、金引いて、まあ、むずい。同馬同金。いやー、そうか、案外難しいか。30秒。5三金かな。いや、ちょっと変かな。まあ、4二金と馬を取ってくれれば同竜なんですけど、この形で放置された時が、あ、でも、一回受けてきたか。いやー、これちょっと、時間が、千日手っぽくなっちゃう。でも打開したい。20秒。同銀な同馬同銀6三歩とかで攻めていく予定でした。これは歩を打って、どうかな。で、取って、同玉に4二竜って金を取って、これは詰みまでいけるんじゃないかな。角打って、これは詰んでません。銀打って、4三玉しかないんですけど、頭金で詰みですね。次行きます。次が2局目ですね。2局目は、先手番の角換わりで、まあ相手の方が、ちょっと7段ってことで、まあ強いんですけどというか、まあ頑張っていきたいんですけど、右玉っぽいな。なんか最近、やけに右玉、あ、でも違うか。これ一回歩つくか。でも違いましたね。なんか今、やけに最近右玉が多いなっていうのを言おうとしたんですけど、違いましたね。まあ、6五歩なら5八玉と寄っていきます。これどうしようかな。ああ、そっか、そこで。なんか、いや、こういうのをなんとなくで指してるからよくないですよね。まあ、同銀もあるんですけど、ちょっと。で、これ6八飛車って行きたいんですけど、5九角で危ないんですよね。まあ、6八飛車って引いてれば、この時により形がいいんですけど、ちょっと別の変化の時に危なかったんでっていう感じで。端攻めて飛車浮くか。まあ、これが一つの形ではあるんですけど、まあ、3五歩から行くか。3五歩同歩4五歩で、どうかな。同歩なら同桂。あ、そういうもん。4四歩同銀。ああ、8六歩同銀は、5五銀？まあ、同歩は8五歩の次歩攻めが気になるんで、これ4四銀と歩を取ってくれば、1三香内同香、1四歩同香同飛車が、まあ、4四の銀に、銀取りになるって感じで。これどうするんやろ。同歩なりにはどうしてくれんやろ。同金？同金なら角打つか。7四角なり狙いで。どうかな。まあ、8四飛車、あ、早い、意外ですね。まあ、確かに8四飛車と打っても5二角成があったんで、ちょっと厳しいってことですかね。次行きます。次が3局目ですね。金、あ、取ってきて同銀で、これで角換わりですね。で、まあ、こっちは、まあ、腰掛け銀で行くか。まあ、歩をついて、相手ちょっと速攻を見せてきてる感じですね。こっちも速攻で。あー、もうすぐ来た。6六銀、8六歩、同歩、同飛車。8八歩、7六飛車。でもそれどうなんやろ。それで攻めになってんのかな。8七から打つと、後で5五角とか打った攻めが香車取りになるんで、8八から打った方が受けやすい意味がありますね。これ2五桂は4四銀なら2二角。2二角は5五角。いや、怖いかな。まあ、4四銀以外の場所に逃げてきたら5五角で。これは玉上がるか。まあ、次は3三桂成同桂5五角かな。8七歩は、同金は7九角。同金7九角6九玉で、耐えてるかな。え、これ8七銀打つとどうすんのやろ。取って、
取った銀をここに打って、あ、なるほど。でもこれ桂馬、玉を寄ると7八飛車内同銀6八金が王手銀取りなんで、桂馬を跳ねて、まあでも同桂成同金に同角成同銀4六飛車とか、そういう感じかな。6六飛車同歩7七桂成同金8五桂は、あ、でもそれもあるか、8六金に7七銀が王手金取り。ああ、それもあるな。まあでもこれ同銀は4六飛車なんで、取るか。同角、同飛車成は同銀。そこで8五桂は8六銀と上がっておけば良さそうなんで、これは8五桂打ってくる感じですね。まあ8六金って上がって、7七銀の王手、金取りはあるんですけど、5八玉って逃げて、8六銀成に、2一飛車か。で、王手して勝負していくか。まあ、一応、右側の逃げ道があるんで、5二玉は4一角の王手が厳しいんで、ここは3一桂とか何か駒を打つしかないんじゃないかな。4二玉は6一飛車内で金取れるか。だから、ま、やっぱ駒を打つしかなくて、9六歩で切らしに行くか、9六歩、8七成銀なら9五歩。角が逃げれば8六銀と銀が取れるんで。だこっちが気をつけないといけないの。5五桂と縛ってくる手があるんでて、そうか。まあ、これ同銀かな。7七角成に桂馬取って。5五桂なら、今5五桂はさすがに6八銀とか打っておけば大丈夫かな。5六銀かな。桂を取る手を見せといて、8五の銀が働いてて、7六埋まって王手する手がないんで、そうです。これは若干切れてますね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると一層嬉しいです。ありがとうございました。